ご着席願います。Please be seated. これより献花を行います。伊藤村議員長夫妻、続いて献花です。まず伊藤総理大臣臨時代理ご夫妻です。西村自由民主党副総裁、続いて西村自由民主党副総裁です。喪主大平博士殿、故大平総理大臣の次男大平博士さんです。長男の正樹さんは昭和39年病気で亡くなっておりまして、次男博士さんが喪主を務めています。ご遺族大平茂子殿、故大平総理大臣夫人茂子さんです。
ご遺族大平きみ子殿およびそのご家族、喪主ひろしさんの夫人きみ子さんです。お孫さんたちも花を添えます。ご遺族大平明ご夫妻殿、三男の大平明さん夫妻です。ご遺族森田はじめ殿およびそのご家族、森田はじめさんと故大平総理大臣の長女である夫人の森田芳子さん、それにお子さんたちです。ご親族代表大平義和殿、親戚代表は大平さんのすぐ下の弟さんの大平義和さんです。衆議院代表灘尾弘吉殿、
衆議院代表七尾博吉さん夫妻です。参議院代表安井健殿、参議院代表安井健さん夫妻の献花が続きます。最高裁判所長官服部孝明殿、服部最高裁判所長官夫妻です。続いて外国弔問施設の皆様の献花をいただきます。 Would the special envoys please offer their flowers? バングラディッシュラーマン大統領および代表団、 His Excellency the President of Bangladesh and his delegation。 外国弔問特使の献花です。まずバングラデシュのラーマン大統領です。ラーマン大統領は親日家として知られ、故大平総理大臣とはユーゴスラビアの故チトー大統領の葬儀の際に会談をしています。カナダシュライヤー総督および代表団、His Excellency, the Governor General of Canada and his delegation. カナダのシュライヤー総督です。故大平総理大臣は今年の5月、アメリカ、メキシコ、そしてカナダと3カ国を歴訪しました。
アメリカ合衆国カーター大統領及び代表団。His Excellency, the President of the United States of America and his delegation. アメリカ合衆国のカーター大統領です。カーター大統領は去年6月、故大平総理大臣が議長を務めた東京サミットで来日しました。大統領として2度目の来日は、その大平総理大臣の葬儀になってしまいました。カーター大統領は故大平総理大臣が最後まで出席を希望していた6月のベネチアサミットでは、会談の初日、率先して哀悼の意の表明を提唱しました。オーストラリア、フレーザー首相及び代表団。His Excellency, the Prime Minister of Australia and his delegation. オーストラリアのフレーザー首相です。故大平総理大臣は今年の1月、オーストラリアを訪問し、率直に話し合った間柄です。中国華国鋒総理及び代表団。His Excellency, the Premier of the State Council of China and his delegation. 中国の華国鋒首相です。日中首脳会談を終え、華国鋒首相が東京を立った5月30日、大平総理大臣が倒れました。華国鋒首相は最後までその病状を気遣っていたと聞きました。故大平総理大臣は外務大臣として日中国交正常化に尽くしました。フィリピンマルコス大統領夫人及び代表団。 Her Excellency, the First Lady of the Philippines and her delegation.フィリピンからはイメルダ・マルコス大統領夫人です。イメルダ・マルコス大統領夫人は5年前、やはりこの日本武道館で行われました故佐藤元総理大臣の葬儀に参列しています。昨夜は東京瀬田の大平邸に茂子夫人を訪ねて弔問しています。韓国、朴総理及び代表団。
His Excellency Acting Prime Minister of the Republic of Korea and his delegation.韓国からは朴首相です。サモア玉瀬瀬四世副元首及び代表団 His Excellency Deputy Head of State of Samoa and his delegation.西サモアの玉瀬瀬四世副元首です。タイプレム首相及び代表団 His Excellency, the Prime Minister of Thailand 外国弔問特使の献花が続いています。今日はこの後6時から迎賓館で外国弔問施設を招いて内閣主催のレセプションが予定されています。また明日午前、カーター大統領と夏国鋒首相との米中会談が予定されており、このほか葬儀に参列した各国首脳の間ですでに弔問外交が行われています。タイのプレム首相です。今日この日本の現職総理大臣の葬儀に参列した外国弔問施設は50カ国220人に上りました。葬儀はこの後各政党代表の献花、在京外交団の献花などに続いて4時過ぎから一般参列者の献花が行われます。故大平総理大臣の遺骨は5時過ぎに東京瀬田の大平邸に戻る予定です。故大平総理大臣の葬儀が行われている日本武道館からお伝えしました。